ライアントーマス・マルハーンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ野球選手。2003年、MLB ドラフト11巡目で、クリーブランド・インディアンスに入団。ちなみに2000年と2002年の2度ドラフト指名を拒否したことがある。2007年に 3A に昇格したが、メジャー出場は果たせずに2009年の2年間は、独立リーグである。 アトランティックリーグのランカスター・バーン・ズ・トーマーズでプレーした。2010年はチームメイトに西都志久・ブレット・ハーパーがいた。2011年は同じアトランティックリーグのサザンメリーランド・ブルー・クラブス、メキシカンリーグのサルティー・オ・サラペ・メーカーズで計65試合に出場し23本塁打を記録した。その長打力に目をつけた埼玉西武ライオンズが シーズン途中で解雇したディブラウンの代役として7月19日に獲得を発表した。登録名は R マルハーン、背番号は24。8月5日に一軍に昇格し、同日の対福岡ソフトバンクホークス12回戦に6番、指名打者で先発出場すると1打席目で岩崎翔から同点ホームランを放った。西部に所属した。 外国人選手の来日初打席初本塁打は、1999年6月25日のコーリーポール以来、球団史上4人目の記録である。しかし、その後は、これといった結果を残せずに9月16日に1、軍登録を抹消され、10月21日に戦力外通告を受け退団した。2012年は前年所属したサルティーヨに復帰し、2013年は、 サザンメリーランドブルークラブスへ2年ぶりに復帰した。なお、西武は2012年5月1日の球団発表により、稲尾和久の功績を称えて、背番号24を球団初の永久欠番に指定したため、マルハーンは、ライオンズの球団誌上背番号24をつけた、最後の選手となった。ありがとうございます。